皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話番外編、深い話をお届けいたします。今日は第2回目ということになります。でこちらの番組は言葉、体、神様、自然、食、医療など深く考えて人生に生かす番組ということでお届けしています。でこの番組は主催、中部大学特任教授の武田邦彦先生ご紹介いたします。先生今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。第1回やってまたこの趣旨は第1回の最初に僕話しましたんで、はい、ネットですからもう繰り返しませんがね、はい、第1回やってる時にねちょうどね、はい、もうそろそろ終わりだなと、うん、終わらなきゃいけないなと思ったにわか一点にわかに空が曇りまして、ね、はい、雨がザーッときましたから神様のお告げが巻いたような大村湾でやるとこういうこと起こりますね。そうですね。それから途中で3時のチャイムとか、はい、いいですね、はい、東京なんかに住んでると心が曲がりますからね、はい、世田谷自然最悪になっちゃいますからねだからそうじゃなくてやっぱりこういう佐世保のこのね川棚の外れに来るとね、はい、もう大体見たって何にも変わりませんから波が変わるだけで、まあ、今回第2回目ですけども長崎県佐世保市の南川棚からお届けしています。では先生そろそろゲスト改めてご紹介してもらえますか。第2回はね、はい、第1回は自然、自然、特に日本の自然、はい、第2回は神、神様の話、ね、これでいこうと、はい、今日ご紹介される人は神様みたいなもんですから、ね、はい、風貌も風貌もでは早速ご紹介いたします一般財団法人聖学術協会被災塾代表の片山健先生です。先生今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では早速今日は神様の話が出てくるということで、言いたくて言いたくて言いたくて、はい、うずうずするんだけども喋る場所がないと、はい、で今回こうやって場所を提供していただいて非常にありがたく思っておりますけども、まずですね申し上げたいのはもう本当に今日本人がこの神という言葉にアレルギーを持ちまして、でものすごく大きな誤解を、持ち続けていると私は考えております、はい、でその原因がですねこの、画面にもあるように明治維新最大級の誤訳である、うん、この誤訳に端を発しているのではないかと、考えてまずはその辺の話からさせていただければなと思います。はい、はいはい、では画面変わりますか。じゃああんまり、うん、今回はチャチャを入れずに先生の講義を受けるしましょうか、はい、これはね、まあ、基本にどうしてもなってしまいますので、はい、いろいろとご意見を ご批判いろいろ伺いたい、はい、私自身はこのように考えています、はい、明治維新の時に神をゴッド、うん、訳した人がいるとどっかにで宗教をレリジョンと、うん、レリジョン、訳しちゃった。これがですねもう本当に最大級の誤訳ではないかと、うん、考えています。でまずですね、まあ自分ながらにゴッとこう調べてみますとなんかゲルマンのその伝えるというような意味から来ているんだというようなことを書いてる、のを見ましたけども、日本のこの神というのは全くそういったことではありません。まあ伝えるという意味がですね、幅広ければ重なるかもしれないんだけどでこの宗教ということも全く違う。ちょっとこの2番目見ていただきたいんだけども、神っていう字はですね示す辺に申すと書いてますよね。十二支の中にお猿さんのこのね猿の猿ですね、はい、で時に使われますけども実はですね猿っていう十二支っていうのはエネルギーの、盛衰を表してるんです。だんだん大きくなって小さくなっていくのを十二分類している、でその猿っていうのはもう一つ大きな意味がありましてこれはもう辞書を調べればすぐ分かります。イカズチってことなんですよ。雷の、まあ、光を表しています。上下にねでそれを示すと書いて神なんですよ、うん、つまり日本の神っていうのはどっかこう天国にいる誰とかではなくってそのまんま雷を示してるんですよ、うん、で宗教という字これもですねレリジョンっていう風のを宗教ってどなたかが訳されてるんでしょうけどレリジョンっていうのは再び結びつけるという風に、読めますよね。窃盗字がレ、うん、
ね、でリジョン、つなげる、ジョイント、リジョイントですよね。ところがですね、宗教という前に、前回お話しさせていただいたその自然というのは分かれていないでしょ。だから再びつなげるっていう解釈自体をもうすでに間違ってる。もう最初からつながってる、うん、でその宗教という文字を見ると浮かん無理にやはりここでも示すという文字が出てくるんですよ。で浮かん無理っていうのは、まあ、家の屋根であったり、その大きな意味では空、大空を表していますよね。でそれを示すとこう示し書いてるわけです。その教えだと、まあ、さらに、まあ、個人的な拡大解釈になるかもしれないんだけども、その浮かん無理を空である、空である、空であると考えると空を示す教え、つまり僕らはあるとかないとか騒いでるけど、もともと全ては空である。まあ、これ流れ寺なんていう大乗系のあのお坊さんでね、日本語では龍樹と言われる人たちが、方が空論という本ね、中眼とか書かれていますけど、まさしく空を示す教える、お前が正しいとか俺が間違ってるとかそういうことはない、全く区別しない教えではないかと個人的には考えているわけですよ。ですからね、この明治の頃に神をゴッド、あるいは宗教レリジョンとこう訳してしまったがゆえに、まあ、この明治維新を170年間日本人は間違った方向性に、来てるんではないかなと個人的には考えてますけども、有田先生いかがでしょうか。もちろんそのゴッドと、はい、まあ、日本人が昔から神様と思ってたもの、うん、はい、っていうのはまあ、ほとんど人間ではないですからね、はいはいはい、まあ、人間もいますけど、はい、それはまあほとんどレアケースであって、はい、ほとんどはゴッドったら、まあ、雷であり海であり、はい、畑であり桑畑であり、はい、森であり、はい、狼であると、はい、そういうのを持って全体として自分たちが、僕の会社はここなんですよ、はいはい、日本人が神だって言ってるのはね、うんうん、自分が出てきた元を神と言ってる、うん、つまり自然から出てきてるから、はいはい、自然は全部神、はい、もう一つは我々は先祖から DNA を受け取って出てきてるから、はい、先祖の御霊は神、はいはい、だから日本の中心の神という概念は自然と先祖、はい、だから具体的に言えば山川であり御霊であると、はい、これが日本人の神という概念で、はい、ヨーロッパのような概念で作られたものと違うのでね、はい、この2つは非常に筋が通ってるというか日本人として筋の通ってる神という概念であるというのが僕の考えです、はいはい、いかがですか。概ね同じです。なるほど。詳細違うと、いや違うかどうか分かんないですけど、個人的な意見があると。なるほど、なるほど、はい、あと宗教はですね、はい、私は日本には宗教、信教の自由というのはないって言ってるわけですね、はい、あ、はいはい、宗教の自由とかいうのはこうキリスト教とかムハンマド、マホメットとかいるから、はいはい、それを宗教の自由と言ってるけど、はい、日本は自然と御霊だから、はい、自然と御霊っていうのはなんか それ以外にはないからね、うんうん、宗教の自由というのを憲法から削ってくれって僕言ってる、うん、それは私も賛同します。ああ、というかね、そうそう、うん、自由平等博愛っていう考え方がありますよね、はいはいはい、でね、物事っていうのはないからがゆえに生まれる、はい、と考えています、はいはい、先ほど前回申し上げたないものねだし、はいはいはい、で日本にはそもそも自由平等博愛なんて転がってた、はい、ね、誰も気づかない、そうそう、うん、だからそういう標語は生まれなかった、はい、だから、まあ、先ほどおっしゃった宗教という言葉は必要なかったといえば、それはそうだろうと思います、うん、自由平等博愛っていう概念はですね、はい、僕の見解では、はい、世界で一番早いのは日本、だいたい3000年ぐらい前からできた、うん、はい、自由平等博愛、はい、次に自由平等博愛の概念ができたのは、うん、700年のイスラム教、うん、はい、これは神の下で、うん、全て自由平等博愛なので、坊さんは置かなかったわけですね、中間管理職なしです、はいはいはい、だから例えばイスラム教のモスクっていうのは、
神社だけど、はい、中は全部空、はい、何もいない、ね、そこに行って神にお祈りする、はい、それから王様もあの当時は四大カリフの時代ですね、カリフの時代っていうのは選挙したわけです、はい、信者が選挙をしました、でしたがって、第2番目の自由平等博愛は700年のムハンマドの時代、はい、それから次が1789年のこのフランスの革命による自由平等博愛、うん、この場合は、自由平等博愛って言いますけど、はい、フランス語の主語は、うん、白人男性の主語を使ってます、はい、そうですね、はい、まあ、英語で言えば非ですね、うん、それの非というのも奴隷なんかを含まない非、はいはい、したがってフランスで、女性参政権ができたのは、はい、1789年に自由平等博愛ができたと言うけど、はい、実際の女性の参政権は1946年ですから、はい、150年も経って、なりましたね、はい、その点では世界で女性参政権一番早いのはトルコですね、1937年です。それはイスラム教徒はもともと女性はどうしてもこう砂漠で弱いもんですから、うん、男性の庇護のもとにっていうのはあれ、うん、男女の区別じゃなくて実用上のことだったんで、トルコがイスラム教徒が一番女性参政権早いんですね。ところがそれを多くの人が間違ってイスラム教徒は女性を迫害してるとか、うんうん、ヨーロッパが最初に自由平等迫害だとかって言ってるのは、単なる学校教育の先生方がボロいからですよ、はい、うん、次は、はい、次ちょっと、はいはい、次と、はい、ここがまあ大事な、これは古事記のね、はい、まあ、私は学者っていうか逆に全く勉強してきてない人間なんでちょっとテキストをお借りして最初のね、古事記の別巻っていうんですかね、はい、別巻、はい、解略編、はい、上巻なんて読んじゃいけないと、はいはい、ここにね私はね謎を見つけたというかね、はい、自分的に、はい、これちょっとそれが次のあれね、はい、これね、これ一般的な、はい、その古事記っていうのは調べてみますとどうやら写本しか残ってない、うんうん、まあ、その写本も漢字だけのものと若干送り仮名を打ってるものがあるんだけど果たしてそう読むのかどうかも分かんないと、うん、まあ、言われています、はい、でそれを受けましてですね別天神五柱ね、紙を、7代の最初のところですね、はい、冒頭の冒頭天地ができて神様が現れてきた時ね、はい、ここのところをちょっと注目いただきたいんですけど、はいはい、まあ通常通りの翻訳で言えば雨土初めて開けし時、うん、高間原になれる神の名は雨の水中の主の神次に高見結びの神次に神結びの神、この御柱の神は皆一人神となりまして身を隠し玉引きと訳されるわけなんですけど、うん、私がね先ほどずっとこうその人間と自然が相似だって言ってることを実は私よりもそれは当然ですけど古代の人たちは重々承知してただろうと、うん、そういう気持ちで読みますとね、うん、注目していただきたいのはここのとこなんですけども、うんうん、天土初めて始まる時高間ヶ原に、うん、なる神の名はってこう訳すんですよ、うんうん、ところがこれじっと見てますとね、うん、私はここで切っていいんじゃないか、うんうん、つまり天土初めて発する時、うん、高間ヶ原に神なりましなりまし、うん、名はということ、そうすると何が変わります、はい、次のフリップいいですかね、つまりこれは漢字、辞典にも書いているんですけど雷っていうのを調べますとこういう字が出てきます、うん、当然雷神の雷、うんうん、だからこれも雷だしこれも雷だしこれも雷であると辞書には書いています、うんうんうん、そうするとね先ほど言いました雷ましっていうのはまさしく日本人はもう当然のようにその頃は自然も私も全ては同じであるっていうところから見てますから、うん、そうですね、で雷がドンとこう落ちてきてる時に、うん、これは神であると考えるのは当然であろうと思うんですよ、うん、ね、うん、神道に詳しい人、はい、それから日本の古代に詳しい人は、はい、
もう雷はね、神様だとすぐ言うんです。ああ、すぐ言うんです。そうでしょうね。それであのなんかね、あの天と地をね、つなげるものとかね、すぐそういう解説をしだすんです。ですから日本の神は柱っていうんじゃないか。そうだけど、それを聞いてる方はしらっとして聞いてるんですよ。雷ってあれ、電気がね、雲が500メートル溜まったら静電気が溜まって落ちるのに、この人変なこと言ってんなっていうのがね。ところがあの日本古代の古代人の考え方は、神様はね、本当神そのものと思ってる節がありますね。いや、もうまさしくね、あの、分けてなかったんだと思います。そうあの海とか山とか全て自分と同じ、もの。そう、だから人間も当然神の一人ではあるけども、うん、そうという発想だったと思います。そうその代表格が、天から降りてくる神だから、その古事記の最初、もう一回戻してもらっていいですか。さっきのここの、まあ有名な学者さんたちがしてるのは、ここで切るか、はい、ここで切るか、ここで切るかで大違いになる、うん、あの神なりましでいいんじゃないか、神がなった、それの名前が雨の田舎の主の神。あのね、桃子さんなんか今の話聞くと、なんか片山さん少し気が触れたんだ。全く思わないです。私もあのそういう、まあ、祖父母と一緒に暮らしてた時期が幼少期ありますので、当たり前のようにそういう感じに話もしてましたし、なんでお墓参りをするとか、そういった話をまだ聞いてた世代だったんですよね。だから今から話がついていくと、さらに納得される。あなたのおじいさんなんか僕ぐらいの年じゃないの？いえ、私のあのもう亡くなってはいるんですけども、もうあのもし生きていたらですよ、まあ100を超えてるような、ような感じで、ですから直接そういった話を普通の物語を読むような感覚で聞いていた、まあ、ギリギリの世代で、ね、で雷はね、あの桑畑によく落ちるんですよ、バーンと。それからね、桑原っていう言葉ができたとか、ね、いうような説もありますよね。ガンガン発展するんですよ。ほうでね、もう片山さんみたいな人がガンガン言うとみんなしらーっとしてね、なんかおかしい、なんか古事記のね、なんか感じ出してきて、ここで切るとかなんとかって面白いんですよ、古事記って本当にね。あのね、あの僕は科学はあのよくわかんないんだけど、多分科学者の目で古事記を読むと科学そのものって、いやね、もうすごい科学なんですよ。そうでしょ、もうね、古事記はなんであの時代にこんなこと分かってるのか。現代ね、だいたいね、1900年、20世紀じゃないね、18世紀、19世紀かな、1850年ぐらいから100年ぐらいにわたって分かってきた科学、それが詰まってるでしょ。そうなんです。それちょっとどうしたの、次のフリップをちょっと見て、次の次だね、はい、これの次ですね。これ先ほど説明しました。そうこれですよ。しめ縄に行くと必ずあるでしょ、しめ縄。そう、これ何、連なりを注ぐ縄と書いてるんですよ、でこの縄を見ると、日本をより折ってますよね。そうで、ここに垂れてるのをしでと言います、これ読み方は神垂れるとも読みます、でなんか普通はなんか別の名前言いませんか、神の、あ、これをしでしでじゃなくて、なんていうかな、それはちょっと、存じませんね、出てこない、まあ後でまた、でこの絵を見ていただくと、これが雲、雷ね、そのものでしょ、はいはい、つまり雲っていうのは、まあ、現代科学で分かってきてますけども、まあ、プラスとマイナスが、接触するとスパークしてパンと出る、そのものですよ、これがまたね、しめ縄ね、あの、しめ縄はタイマーを使うんですよ。あ、タイマーをもともと使う。タイマーしか使えません。それでタイマーしか使わないのは、タイマーは、あの、やっぱり他の植物と少し違うんです、違うんです、麻薬作用はありませんよ、麻薬はありませんが、成分が相当違うんですね。でこれ先生、 GHQ が禁止したって聞いてますけど、なんかここに陰謀めいた話があるんじゃないですか。昭和23年に GHQ が、禁止したんですけど、それまで日本社会というのは3000年間ね、この大麻というのは日本の気候に一番合ってるんですよ、4月の末に植えるとね、7月の終わりにはもう背丈が高くなって、そこで栽培を取れるんですよ、それで村中で出て抜いて、それでそこからタイマーの繊維を取るんですね、このタイマーの繊維の中にあのカンナビノールっていう成分があるんです、カンナビノールっていう成分は日本のタイマーは、
麻薬性がないんですよね。それで日本はそのカンナミノールとテトラヒドロカンナミノールっていうのとそれのちょっと変形のやつとの組み合わせになってて、それで精神作用はないんだけども精神作用ある程度あるんです。そのね、麻薬としての精神作用がないだけなんです。だから多分ね、神様とのつなぎでね、あの大麻を使ったと思われます。ちょっと今先生のお話を聞いてて、あの思い出しましたけど、昔その家族とかおばあちゃんたちが言ってたのは、そのあの朝の蚊帳に寝ると雷は落ちないって言ってた。そうです、そうです、そうです、聞いたことあります。一応ね、科学的にさらに言えばね、大麻は若干金属の、あの含有量が高いんですよ。ですからあの雷が落ちないのは、あの網状の金属の網の中にいたら絶対落ちませんから。例えばあの自動車は金属の網ではないけど鉄板でしょ、あれ落ちませんからね、絶対。だからあのそれからあの金網で電磁石走ると言ってきますから、だからまあ確率としては蚊帳に入ってた方が、大麻でした、昔は大麻ですよ、全部麻っていうのは、日本人の使ってる麻っていうのは大麻、よくあの副首相にいるじゃないですか、あの今の副首相、副首相、麻生さん、麻生さん、あれもあの北九州の麻生の田んぼにいたんです。そう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 、で、その麻は何に使ってたかったら、日常的にはね、神、あの、なんていうか、神様とか魔物を避けるものと隔絶するもの、それに使ってましたね。ですから例えば赤ちゃんの産着、腹当て、こういうのはみんな大麻で作ってた。それはどうしてかっていうと、赤ちゃんにこう 魔物とか、そういうのが近寄らないように、赤ちゃんの産着、それから腹当て、それから蚊帳、まあそれからあの下駄の花なんかはこれは強度だと思いますけどね。それでまあもちろんあの伊勢神宮で今全部残ってます。伊勢神宮は大麻使えますから、新刊の着物、それからこのジャランジャランっていうやつ、それからこのしめ縄、これ全部大麻ですね。なるほど、でこれちょっとまたその話の続きが出てくると思いますんで、ちょっと原初神道、神社神道、国家神道っていう順番で書きましたけども、まあ、あの前回でもちらっと言いましたかね、日本の神っていうのはもともと神社とかなくって、大きな岩、その地域のあるいは大木、それを自然とのあの何ですかね、この巫女って書く字が天と地をつなぐ人、人って書きますよね、まあ、そういうふうに、天地の気をいただけるところというところで始まったのが原初神道と言われるもので、まあ、これはとにかく三千草木みんな神様、人も神、虫も神、雷からもう全てが神。僕はそれを多神教じゃないと言ってるんです、あの何でかって言ったら自然一つだっつって、そうですよ ね自然というもの一つを神様と言ってて、御霊と自然だけを神様と言って、神様のあんな虫でもいいし何でも全部神様と、全神教ですか。それはあの人間が誕生してきたのが、あの自然であるということが、まあ、進化論ね、それが分かっていたということです。僕はそう認識して、で私は調べた、まあ、あの専門家じゃないんですけど、調べた範囲内では、仏教伝来とともにそもそも神殿がなかった、神道がこれに対抗意識を持ち始めて、だんだんとお社ができるようになったと。そうですね。でその後に、まあ、明治維新以降、国のその富国強兵ね、まあ、こういうためにあの神仏集合じゃない、廃仏毀釈か、まあ、こういう政策を取って、神道をちょっと、国家的な、使ったという流れなんだけども、そもそもが、よくこうアイヌの方々とか、あるいはネイティブアメリカンの、まあインディアンって言った方がいいってこう現地の方々が言ってるとおっしゃってるんで、まあ、インディアンと言わせていただけると、ああいった方々がよくこうあの自然に向かってこうお祈りなんかこうしてますよね。そうそう、カムイのお祭り、全くそういうものと一緒で、よくよく見てみると、あのカムイというのをローマ字で噛むと、カムカミっていうのとムイで1文字抜けるだけでほぼほぼ同じなんですね、概念が。だから日本っていうのは多分この後出てきますけど、多部族国家であって、そしてその万系あの一世のところに多部族が集まって、扇の要ですよね、まあ、天皇家っていうのは私の個人的な意見は扇の要であると、
で我々は扇のこのバラバラと両方ないとどうにもならないね、いうところで、こ今の、神社までつながってきてるのではないかというのは個人的な意見です、はい、次は、はい、神社の秘密出ましたね、はい、神社にこれね、うん、次出してもらっていいですか、あこれはまだちょっと前戻りましょうかちょっと、神社の秘密これこうちょっと今絵はまあこんな感じなんですけど、これもね私の持論になりますのでお笑いの方は大いに笑ってください。で一応ここで申し上げときます。あの私の持論、持論だけが大切なんで、みんなが言ってることを言っちゃいけませんから、ね、はい、持論これはねまず鳥居とは TRI 鳥であるっていうのは私の感じです。あの考え3まずね。でその3っていうのはいわゆるお寺でいう三門、これは山の門とも書くことがあるけども、ござると書いて大きいと書いてちょっていう、あの昔あの漢数字の3、はい、漢数字っていうのマイルっていう字ですかね、はい、お宮参りなので、はい、あれ3なんですよ、はい、数字の3、あの1万円2万円3万円って昔の領収書を見るとこの3を使っていますよね、はい、でねその鳥というのが三門と書きます。日本語ではそして三門を通ると今度は参道、これも三の道と書きます。そして、あのお賽銭箱のあるところまで行くと参拝、これも三です。三拝する。で興味深いのがそのしめ縄のなってるしれが降りている手前に玉がついてる、そう、ね、これ鈴と言います、うん、金に霊と書きます、うん、命という意味ですよね、うん、これをプルプルプルっとこう、うんうん、そうすると、そこにちゃんと神様が来るんじゃないですか、呼ぶんじゃないですか、違うんですか。いやそういうことで要するに、うん、あれはあのまさしくその生命の生殖行為を、模擬化したものであろう、うん、間違いないと思いますこれは、うんうん、つまり参道というのは生まれる道ともかけますね、うんうん、であのお宮というのは宮、あるいは甲をつけると子宮と、うんうん、そうですね、あの女性の子宮、ね、そうすると、あの膣があって子宮はあってというね、そして東殿、宝殿、青殿、宝殿という二つありますが、まさしくこれは生殖期である、うん、というのは私の考えで、はいはいはい、まあ、国家神道で、誤解された方々はしっかりとこれをイメージしていただきたいんですけども、日本の神社は、いわゆる生殖行為、いわゆる産砂、物を生み出す機能を表したところ、その代表的なところであるっていうのが、うん、まあここで言った神社の秘密っていうかね、うん、というだからあの男性は生きてる意味がないという僕 の, あの考えもちゃんとそこにつながるんですね先生なんと。次お願いします。立てまつられてる、まあ、今回最後の、あれですけど、物、外国人、病気、みんな日本の神、うん、これね調べてみると本当に興味深くて、うん、まずあの驚かされるのは、うん、天神様ってのも分かりますね、はい、雷神様も、はい、風神、うん、はい、あの山の神、はい、水神、あの火神、地母神、そこからですよ、まあ面白いのは家の神がいる、うん、で門の神がいる、うん、でこのかまどの神、かまどの神、川屋の神がいる、うん、います、はい、でさらに驚くのは、うん、なんで総理に神がついたのか、薬や病、つまり免疫、はいはい、いわゆるウイルスですね、はい、あれにも神がついて、はい、で貧乏にも神がついて貧乏神、はい、そう死ぬにも神がついて、はい、あの向こうだったらなんて言うんでしょうか、これ死神とは言わないでしょ、うん、デスゴッドとは言わないでしょ、ないですね、うん、対立概念だから ね神に対する、うん、ゴッドに対する悪いもの、エビル、それが、うん、あのあれだけど日本は全部神、うん、全部それでさらにあのこの神社を調べるとまずこの島にマスアマテル御霊神社っていうのが京都の、京都市太秦にありますよね。これ蚕のお社と言いますけども、これは秦氏の方々の、うん、あの秦氏はあのそこにも看板が出ておりますけども、何年か正確な、年代を忘れましたが、大陸の方から渡ってきた人たちが神社を建てて、であと駒神社っていうのが埼玉県日高市、はい、そうですね、これはよく見ると、高栗、うん、あの間に入ってます、うん、さらに
同じ埼玉県には、昔白木神社っていうのがありました、うん、今は白、ちょっと名前変わってますね、うん、ちょっと思い出しませんけど、うん、さらにこのお隣の私が住んでいるここのお隣に佐賀県有田市陶器で有名、これ末山神社っていうのがありますけど、おま祀られてるあの神の一人に李三平という朝鮮陶工の人が祀られております、うんうん、そして、中世というのかな、中世神社愛知県高田町小海石が神様になってます。でこれが面白い、林神社、これ奈良県奈良市の関五部と書いてですね、関の国と読む神社の中に李常院という日本で初めて饅頭を作った中国人の方が神様として祀られている、ね、でさらにあのよく問題になる靖国神社、ここにですねジョン・キャンベルという人があの正式にこう御霊としてされているわけじゃないんですが一応祀られています。この方はイギリス人、そして、日露戦争の時に、時矢丸で船長をされてた人で戦死された日本の軍人として、戦ってた人が祀られている、うん、あの靖国、まあ、靖国神社の規定の一つですからね、はい、国のためにそういうので死んだ方は神様、うん、であとはこれちょっと場所は台湾 あの台南市になりますけども、うん、丁成功という平戸生まれの人、うんはいはい、お父さんが、福建省の人、お母様は日本人、はい、でこの人が、台湾占拠してたオランダ人を破ってで台湾をあのまあ独立というわけではないけども、うん、あの西洋人からあの植民地解放したっていう、うん、でまあ民と清のね、争いの時に、まあ、民側に立って、清と争ったということで、祀られている。これ日本軍もこの方を祀ったと。であとはハワイですね、お宮大神社、ハワイ大神社っていう時にジョージ・ワシントンとカメハメハ大王が祀られてる、はいはい、なるほど。アメリカの大統領も日本の神様が一緒に、アマテラス大神と一緒に祀ってると。で愛新氏ぐらい、もうこれは名前で分かるように、清朝最後の皇帝ですね、うん、この方も山口県下関市に祀られている。あと国宝北里神社、はいはい、あの有名な細菌学者のロベルト国宝、はいはい、この方が名前までついて東京の神社としてある、はい、ということで実は日本人はもう全てが神であるという、ここでね本当に若い人たちが聞いてたらもう一回この神という字を見つめ直しながら日本人の神の概念っていうのを一新してほしいんですよ。明治以来そのゴッドと訳してしまって、あれもですね今ちょっと話しながら思い出して、当時よくあの江戸時代の末期のキリシタン弾圧の映像が作られてますよね。あの時に信者の人たちは誰もゴッドとかイエスとか言ってないんですよ。もうさ何て言ってるかご存知ですか。やはり神ですか。同じく神、うん、神のゼウスって言ってるんですよ。ああなるほど、ゼウス様ということは全て送る、これは大きなポイントなんですよ。全部のことってことですね。そして次の図が、ああゼウス様が出ると思いますけど、はい、はい、この方をあのいわゆるクリスチャンと言われる弾圧されながらキリスト様をお祈りしてるのでもなければ、なんかゴッドをお祈りしてるんじゃなくって皆さんゼウス様って言って、そう言ってますね、言ってますね、はい、でこのゼウスが持っているこれケラウノスって言います。日本語に訳されているのが雷帝と言います。神の中の神ゼウスが持っている、ギリシャ神話の中でね神の中の大神ですよ。雷の武器を持っているんです。そしてこのインドのこれ中国の神なんですけども、このごめんなさい、インドの神なんですけど、ここちょっと見えますから見えにくいんですが、彼彼女が持ってるのは今度はバジュラって言います。金剛書って日本で言います。これも雷が出る武器なんです。そしてさらに日本に来ると弘法大師空海、ね、って言われる方が手に持ってる、これを三個あるいは三個書と言います。全く同じ形してます。つまり西からこうずっと来た神様も当初は雷だったんですよ。それをどっかで大きな学者さんたちが間違いをしてもう一気に飛び越えて直訳してしまったと。
いうことで、だってこの人は仏教じゃないかってこう言われる方もおられるかもしれませんけども、平安時代の時にもすでに日本は神仏集合、ね、で仏も神もみんな神という発想で来てますから、空海さんがこういうものを持っててもね、全く矛盾はないと私は考えています。はい、はい、全部をまとめますね。僕の考えはね、はい、先ほど言ったように自然とか、はいはい、自然と祖先からしか僕らはできてないんですよ、はい、ね、ですよね。だから常に自然と祖先だから、はい、基本的にはね、人間はね、死ぬと神様入りするんだ、うん、祖先になる、はいはい、だから僕らは例えば平の清盛からずっと経理をたどると、俺のうちは平だとか言うけど、はいはい、系図を逆にたどると、うんうん、僕らは曽祖父の時代に16人なんです、うんうんうん、でもっとずっと上に行くと何百人になる、うんうんうん、そ隣の人、自分と血のつながってないと思う隣の人は、うん、ほとんど全部親が一緒なんです、はい、でそういうことが僕はさっき科学の古事記は科学だってたのは、うん、古事記を読むと、うん、彼らがそれが分かってたってことが分かるわけです。そうですよね、全ては兄弟だ、うん、で僕は計算した、うん、高知県の人が全部親戚になるのは何年かかるのか、うんうん、そしたら600年でした、うん、約、はい、そしたら高知県の人は600年ごとに親戚になるから、うん、今の高知県の人はほとんど兄弟ぐらいまで行ってるわけ、うん、でただ至近の自分の父親とかおじいちゃんに似るから形は違うけど、はい、精神の根本になるのは600年前の全員が同じ親なんですよ、はい、だから全員が全く同じ人物、うんうん、その自分の出てきたルーツ、うん、それを神様としたのが祖先の御霊だと、うん、あともう一つはちょっとね、恨みを鎮めるっていうような考え方もあるような気がしますけどね、うん、まだお時間、いやもうないんです。もうないです、はい、じゃあ次回にまた出させていただいて、はい、またもう一回お願いします。はい、じゃあ、はい、次回にまたお話しさせて、はい、そうですね、まだまだお話し続くところではございますけれども、はいはい、第2回目は以上をもちまして、はい、そうですね、終了ということになります。あんまり最初から長いになるとみんなが、はい、見てる人が嫌になっても見なくなっちゃうではまだまだ次回もございますので、ぜひ引き続きご覧いただければと思います。以上をもちまして、今日は、ゲスト一般財団法人市政学術協会被災塾代表の片山健先生をお迎えいたしましてお届けいたしました。武田先生、ありがとうございました。どうも、片山先生、ありがとうございました。